原田秀夫は山口県豊富市出身の日本のピアニストである。ドイツと日本を拠点に活動する。東京芸術大学音楽学部、同大学院で松浦豊明に支持した後と押した。シュトットガルト音楽演劇大学、ウィーン国立音楽大学で学び、その後モスクワ音楽院のビクトル・メルジャーノフ教授の下で研鑽を積んだ。1984年に、 ジュネーブ国際音楽コンクールピアノ部門で最高位を1991年にシューベルト国際ピアノコンクールで第1位を同年にウィーン現代音楽コンクールで第2位を獲得した。1993年の第1回ラフマニノフ国際ピアノコンクールでは旧西側参加者の中で唯一入賞し2つの特別賞を受賞した。 1999年に第5回エネルギア音楽賞を2001年に山口県芸,芸術文化振興奨励賞を受賞した。2001年から2005年まで秋吉大音楽ゼミナールの音楽監督を務めた。国際コンクールの審査員を務めるほか、ラインガウ音楽祭、シュレースビヒホルシュタイン音楽祭などの国際的な音楽祭に招かれ、日本、ドイツ、ギリシャでは、 マスタークラスを定期的に開催する。2014年にロシアピアニズムの贈り物を観光、メルジャーノフのもとでの研鑽とコンサート活動を経ていた知見を披露した。1998年にジョルジェ・エネスク交響楽団のドイツ公演にラドゥルプとダブルキャストで同行し、グリーグのピアノ競争曲を演奏したことを契機に、ドイツ国内で原田の名は広く知られるに至り、 現地の新聞は、この小柄で華奢な日本人ピアニストは本当に見事な野獣の手を持つと報じた。グリーグ、ジョジョ小曲集及びシューベルト、サスライビト幻想曲ピアノソナタ編の長々 D960 は、それぞれスーパーソニック賞を受賞しており、雑誌グラム本誌、フォノフォーラム誌、ピチカートマガジン誌、レコード芸術誌で特選版、 推薦版等の評価を得た。NHK 公共楽団、読売日本公共楽団、日本フィルハーモニー公共楽団、東京シティフィルハーモニック還元楽団、スイスロマンド還元楽団、ケルン WDR 公共楽団、南西ドイツフィルハーモニー公共楽団、鳥のイタリア放送公共楽団、ジョルジェ・エネスク公共楽団、チェコナショナル公共楽団等、 国内外のオーケストラと共演を重ねた世界各地の音楽祭にも出演した。2003年から2010年まで全10回にわたる原田秀吉ウベルトチクルスを開催し、ボロディン弦楽四重相談だと共演した。他にローマントレーケル、ミハイル・シモニアン、イエンス・ペーター・マインツらと共演した。2012年に明治神宮での明治天皇100年祭にて、 奉納演奏を行い、NHK 交響楽団のメンバーと共演した。海外では定期的なコンサートの他に、ドイツの俳優たちとの朗読付きコンサートを開催しており、女優、コリンナ・ハルホーフと共演した。ありがとうございます。